20分ほどでこんな風に固まります。おー、ガチガチ、はい、これでも、まあ、水とかも止水できる、はい、漏れてる状態でもできますよという商品でした。ユニテックさんというところに来ました。でこちらはね、何が置いてあるのかなってことで、あ、エポキシパテとかもやってはるんですね。はい、やってます。僕らのね、甘露、水のところとかにやるやつですよね、はいはい、これはレクターシールっていうのは何ですか。レクターシールっていうのは、粘土状の金太郎飴みたいな、ほうほうほう、あのこういうパテで、まあ、こんな感じのを切っていただいて、真ん中と外で2層になってるので、これが混ざるように1分間ぐらい混ぜてもらったら混ざりますので、あとは混ざればあの穴の開いてるところとかに貼り付けていただいて、20分ほどでこんな風に、サディさん、はい、ガチガチに固まります。おー、ガチガチ、これでも、はい、まあ、水とかも止水できる、はい、っていうことですかね。はい、で耐圧が貼り付けて4、5キロぐらいで、こんな感じでぐるりを巻きつけてやると10キロぐらい、で耐熱温度が200度ということで、まあ、プロ仕様というか、まあ、最初粘土状なのでいろんなものに加工形成もできますし、はい、例えばこれなんかはちょっとネジがなくなっちゃいましたよっていう時なんかに勝手に固まってくれますので、はいはいはい、ここに活性剤、洗剤なんかをつけていただいて滑りを良くして練ったものをこう入れてやると勝手に固まりますので、はい、あくまで簡易的なものですけど、こんな風にできたりとか、結構よく売れてる商品ではあります。いろんな応用が効くってことですね。そうですね、はい、これは？あ、液体バージョンもあると、はい、ラピッドフィックスと言いまして、アロンアルファと同じような液体とガラスの粉をかける補修剤なんですけれども、こちらが、あ、これか、こちらになります。それですね、はい、こちらになります。でこれはどんなものかと言いますと、ちょっとだけここにピンホールがあるとして、液をかけます、はい、ガラスの粉をこんな風にかけます、はい、そうするとすげえ瞬間的に固まってくれて、でこれで耐圧が70キロほどあります。ですぐに固まってくれるので、また液かけて粉をかけてやるとどんどん固まってくるので、穴埋め、隙間埋めもできますし、例えばこのように、あ、塩ビ配管とか、はい、割れてるようなところに液をかけて粉をかけて、何回か 2,3 回するとこれですぐに固まってくれるので、補修はすぐにできて、で上から塗装もできます。相手を選ばずに金属でも塩ビでもプラスチックでもゴムでも何でも使えるので、非常にあると便利なものです。そうですね、あの僕ら電気屋なんで、はい、まあ、本格的に使うかまあ正直ないとは思うんですけど、はい、こういう配管とかやっぱ工事してる時に水道管をちょっとこう破裂させてしまったとか、はい、やっぱ起こるんですよ、はい、そういう時に持ってたら活躍しますね。とりあえずまあ応急処置して、はい、便利だと思います、ね、ちょっと水道屋さん来るまで耐えてもらうというか、はい、でまあ、あといろいろありますと。で面白いなと思ったのが、さっきちょっと見させてもらったんですけど、これですね、はい、アーロンテープグレー、これは、実演してもらえるってことで、はい、ちょっと見たいです、はい、こんな中に今、はい、こんな感じで、まあ、漏れていますよと。下に今穴が開いちゃったと。はい、で、まあ、漏れてますと。で通常でしたらあのこうやって止めた状態で、はいはいはい、圧がない状態で施工するんですけれども、はい、これはあのこんな感じで漏れてる状態でもできますよという商品でした。あ、そういうことですね。止められへんかもしれないですもんね、はい、現場だったら、はい、ものはこちらになりまして、シリコンの自己誘着テープになります。あ、はははで触っていただくとベタつきも何も、はい、はい、で、このテープ同士がこうテープ同士がひっつくという、あ、そういうことですか。あの自己誘着のテープにして、はいはいはい、これを利用して漏れながらのところを止めますということなんですけども、はい、まずこんな風に漏れてるところをこんな風に漏れてますけど、はい、これをこんな風に、しっかりと漏れてるところがここなので、そこを一点集中してしっかりと引っ張って巻くことで、テープ同士がこの縮まる力を利用して、はい、で重ね巻きをしていきます、はい、そうするとこの縮まる力でどん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 締め付けていって、漏れが止まったら OK ですよという商品で、はあ、でこれで止まりました。すげえ。じゃあこれで補修完了ということ で材質がシリコンなので耐候性もあって、一時的な補修という意味合いもありますけれども、はい、
持っているところでいうと10年近く持っているところなんかもあります。でまあこれだけでいけるとはちょっと言い切りにくいけど、ね、10年ぐらいいけてる事例もあるという、そうですね、ことですね。で先ほどのように傷ですね、はい、カッターか何かで傷がいったりするとパンと弾けちゃいますので、上からギブスみたいにこういう固めるものがあるんですが、はあはあ、止まってからこういうもので巻いてやると、はい、元に配管の寿命ぐらいは持ちます。おより強固に、はい、ありがとうございます、はい。アーロンテープグレーということでね、ちょっと緊急時とか役立つと思うのでちょっと気になった方は一回調べてみてください。で今水でやってもらったんですけども、あのエアーとかね、僕らだったら工場でエアー配管ちょっと傷つけてしまって空気が漏れてしまったとか、まあ結構起こりうるんで、サイズも小さいんで1個カバンに入れてたらどこかで役に立ったりするのかなと思いました。ユニテックさんでした、ありがとうございました。確かに速い、文字がなんか見やすくなってる気がします。このね、中にグリップチューブっていうゲジゲジみたいなが入ってるんですけど、とりあえず面白くしたいです。元気やろう。